それでね、あれからちょっと考えたのよ。あんたたちのナンパのことよ。やはりここはちょっとしたゲーム要素が必要だと思ったの。と言いますと？ただ二人がナンパしてるというのもそれはそれで面白いんだけど、それよりも二人でナンパした数を競う方が気合も入るし、絶対その方が面白いと思うの。キョンだって小泉君頼みの態度を改められるわ。待て、俺がいつ小泉に頼った？絶対そうなるに決まってるわよ。うん、やっぱりこれでいきましょう。そうすることはやぶさかではありませんが、しかしどのように勝敗を決定しましょうか。単に自己申告するのではルールとして不備でしょう。そうね、時間を決めてどこかに集めるとか、それで来てくれたこの数で競うのはどう？おいおい、声かけた子たちを鉢合わせさせる気か。その後小泉君をかけたキャットファイトでもしてもらいましょうよ。しかも想定してるのは小泉のだけかよ。あんたは一人でも来てくれたらそれこそ御の字なんじゃない？あの女。僕もそのようにたくさん来ていただけるとは思えませんが、しかし争い事は遠慮したいところですね。ここは穏便に一緒に写真を撮ってもらって、その数で競うというのはいかがですね。いいわね、それ採用。ありがとうございます。写真を撮るくらいだったらキョンにだってわずかに勝ち目はあるんじゃない？ブックメーカーだって500倍くらいはつけてくれるわよ。ま、やるだけやってみるか。それじゃあ一旦解散しましょう。1時にまたここで集合して中間報告とお昼ご飯ね。2人とも、ううん、特にキョン、せいぜい頑張りなさい。あるぞ。少し話してもいいか。昨日もあったが、あんまりちゃんと話してないだろ。分かった。よし、とりあえず足は止めてくれたぞ。何？いや、何と言われてもあれなんだが、いざ長門をナンパするとなると何から話を切り出せばいいんだ。いや、そんなあからさまに疑問符を浮かべられても今度は居づらくなってきたのか。しかし
これほど表情豊かな長門というのも悪くない。非常に悪くない。悪くはないが、ん？そういや長門。何？なんか買いに来たんじゃなかったのか。そう。おでん。その割に手ぶらじゃないか。買えなかった。そうなのか。売り切れ。そっか。そいつは残念だったな。残念。そう。そっか。あれ？店番は？今誰もいない。文芸部は私一人だから。誰かに頼めなかったのか。ああ、いやむしろ俺が代われって感じだよな。いい。そうか。店番を誰かに頼むほどお客さんが来るわけでもない。いや、わからんぞ。もしかして今頃殺到してるかもしれん。それは、ん？私が売り子にいなければ繁盛するという皮肉？いえいえ、何言ってんだよ。冗談。意外と冗談きついな。ダメ。いや、悪くない。悪くないぞ。むしろいいかもしれん。そう。読んだり。うん、読んだり。書いたり。書いたり。音読したり。音読って？戯曲は口に出して初めてわかることもある。なるほど。一人で朗読劇やってるようなもんか。そう。あ？なんでそこで赤くなる？一人芝居しているところ客観視した。いや、そんな恥ずかしがることはないと思うぞ。役者は無理。そうか。無理。そこまで強調せんでも。まあ確かにこの長門に人前は無理そうだよな。文芸部の長門相手にそんなことを言うのは野暮とは思うが、ついついぼやいてしまった。私だってそう書けるわけではない。謙遜するなよ。少なくとも俺には同人誌にまとめられるほどの文章は書けん。そんなことはない。一度やってみればいい。買いかぶりだそれは。400字詰め原稿用紙5枚の読書感想文だってひいひい言いながらマス埋めるんだぞ。行頭開業とか駆使しながら。でも埋められる。そりゃ宿題はやらんわけにはいかんからな。だから書けるな。もしかしてそれは文芸部に勧誘してるのか。分かった。バレバレだ。これ以上長居はできない。そっか、文芸部スペースに戻らないとな。とても残念。そうだな。この世界のお前とようやく楽しく話せた気がするよ。これを貸すから。え？なんだこれ。ハムレットってあのハムレットか。小本ってなんだ。小本とは原点から一部分を抜き出したもの。この本は高校演劇向けに平易にまとめられている。人に貸していたのを先ほど返された。なんだ、音読してみろとでも言うのか。そう、勧誘の一環。わかったよ。じゃあ借りとく。ついでに一つ頼まれちゃくれないか。一緒に写真に収まってほしいんだ。いいか。わかった。よし、じゃあ撮るぞ。おお、うまく撮れたな。あ、欲しけりゃ転送してやるけど。いい。そっか。ごめんなさい、そろそろ行かないと。あ、おお、またな。また。なるほど、
お互いを少しだけ理解して楽しい気分になる。それが最終目的なんだとしたら、ナンパって行為もあながち悪いもんじゃないからな。調子はどう？別に、後で吠え面書いても知らないわよ。なあ、一つ聞いていいか。お前絶対最初から小泉の味方だろ。こんなのに味方も何もないわよ。まあ、どちらかにかけろと言うんなら、あんたにかけてあげるけどね。それはあれか？大穴狙いか？それもあるけど、それだけじゃないわ。私の予想はあくまで小泉くんの圧勝だもの。あんたにかけておけば予想が外れても大金が転がり込んでくるから、あまり悔しくなくて済むじゃない。小泉くんは？そうですね、まあまあといったところですよ。順調そうじゃない。ほら待て、そっちは素直に信じるのかよ。だって小泉くんがここで嘘つくメリットなんてかけらもないもの。さてと、それじゃあ後半戦といきましょうか。集合はそうね、またここに4時でいいわよね。では解散。小泉くん、ごちそうさま。発見。ん？これはスタンプラリーのスタンプじゃないか。お、スタンプ発見。